もうね、5月も終わろうとしますけど、おでんを、ね、でやってます。富士蜜っていう会社のね、あごだしおでん、神戸の東山商店街にね、小畑っていうお店があって、ね、そこで買ってきました。100円です。で、100ロでなんかちょっと買い足してね、そこに卵があったりしますけど、合計ね、多分350円分ぐらいでできてますね。これはね、最近買ったね、宝焼酎のチューハイです。これを割って作ってます。今日買ってきたあのスザクも、トンちゃんなんか貼られてますね。おすすめだそうです。これがおすすめってことかなと思って、これシュールだな。ああ、そうそう、これね、神戸の2人からまたお金で買いました。あのね、あいつらリアルに僕にね、かなりくれてるんですよね。去年仕事がっつり削られた時とかね、こうだけなし結構してもらってるんですよね。そういう意味でなんかね、いや、それを言ったらね、いや、助け合うのが獅子会だって先輩が言ってたじゃないですか、って。いや、俺一番金ねえんだよなって思いながら、そう、なんかね、そういうことになってます。なんかどっかで恩返ししましょう。おでんね。ああ、おでんで思い出した。あれでも、おでん、光月おでんの処刑のとこが、アニメは終わったのかな。ヤマトがもうすぐ登場するって。声優さんは一体誰なんでしょうか。折笠さんかなって思ってるんですけど、僕は。勝手なイメージです。ワンピの考察って言ってなんか、あ、そう、最近ストロングワールドね、もう一回見てて、あ、ウソップがなんか、まさきナミさんに気づいたの。あれ、見聞色のなんかかなとか。血統因子がね、ずっと言われてるんですけど、あれも、最初にそれっぽいものが出てきたあの、ドクターインディゴのとこだったなとか、月光ってのがすごいフィーチャーされてたよなとか。すごいなんか要所要所でキーワードを出してんのかなって思います。小田先生はパペ林さんですね。あれですよ、あれはトンちゃん倒れてるけど後ろに映ってるのはあれは日村さんですこやちゃんでいうところのイクピーペンギンみたいな扱いですからね。まあ、声はね基本出さない感じで、なんかうちはジェスチャーキャラがいっぱいですね。そんな感じです。それはね、林さんだらけなんです、この家。見てください、あれを。何ですか、これは。僕にもよくわかってません。オーパーツです、あれは、きっと。それでは皆さん、見えてなんぼのおでんに候、ジベリ。